あなたにストライク。福神チャンネル始まるよ。はい、というわけで今回はですね、こちらイーノーさんの溶接機ですね。イーノー半自動溶接機 MIG120L、 こちらの商品をね紹介していきます。あ、ヘルメットは別売りですはい、で今回のこの溶接機なんですけど、実はね、溶接を身近にっていうのがコンセプトの溶接機です。溶接ってチャレンジしてみたいんだけど、どっから始めていけばいいのか意外と分かりづらいものだと思いませんね。私も今はね、結構いろいろこう溶接でこう鉄のものを作ったりくっつけたりとか、軽トラの修理なんかをやるんですが、最初ね、なかなかこの溶接を始めるまでどうしたらいいのか、なんか遠い存在だったんですよ。で今回のねこの商品はそんな方の背中を押す商品となっていますね。この冬ね、新しいチャレンジをしてみたいなと思っている人におすすめです。プロの人とかね、あの YouTube で使ってる動画もあるんで、そういうのも見てもらえればいいかなと思うんですけども、小さい溶接機なんですが、1台で3役のねマルチな機能が搭載されています。で、あのノンガスの半自動溶接、あの僕がさ動画でいつもこういうのでさ、ビビ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 ってやってるじゃん。これの他に被覆アーク溶接っていう、あの溶接棒でね、この溶接棒でこうジジ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 ってやるやつとか、あのリフト TIG 溶接、 TIG 溶接っていうのかな、うん、っていう高度なやつもできます。でもちろんね、今回この詳しい説明書がついても、このカラーでね、この取り扱いの説明とか、その最初のセッティングのことから、こう溶接のね ポイントっていうか、コツまで、ポイントとかコツまで書いてあるので、とりあえずこれ一冊あれば、とりあえずスタートすることはできます。で見てください、このボディの大きさ、手このぐらいだよ。缶スプレーがこのぐらいの大きさだよ。手がこの大きさ、小さいでしょうね。僕も初めて来た時にびっくりしちゃいました。だからこのぐらい小さいと、まあ、もちろん持ち運ぶのも便利だし、しまっとくのも邪魔じゃないよね。で大体この本体の大きさなんですけど、横幅が33センチ、縦が17センチ、奥行きは16センチなんだよね。うん、超小さい。1台3役のね、マルチな性能が備わっている。まあ、今説明した通り、ボディすごいコンパクトなんですけど、実はね、値段もだいぶコンパクトなんです。概要欄にリンクを貼っておきますので、先にちょっと値段をチェックしてから動画の続きを見てもらえると、おーって思ってもらえるかなと思います。で、まあ、電源を入れてみますよ。電源はね、ここ、うち、ポチッとな。細かいね、こういう、仕様もね、いろんなところに書いてあるので、そこら辺は見てもらうしね。で、ここ、これ、嬉しいでしょ？ここにもシールで貼ってあるんだよね。これね、かっこいいやつを見ると自分で調べなきゃいけなかったりするんだけど、ここシールで貼ってあるのは便利だわ。これ、無段階調節で、電流とかね、電圧を細かく調整できるようになっています。説明書にもね、こうやって詳しくこのどういうものを溶接するんだったら何がおすすめだよっていうのもあるので、これを読んでやれば初心者でも大丈夫できる感じです。でさらにこうデジタルメーターがついてるので、電流とか電圧のね数値がこういう風に表示されています。わかりやすいよね。で視認性が大幅に向上しているので、よりね直感的にね作業することが可能になります。うん、はい、では準備して使っていきたいと思います。今回はこのこれジジジジって僕よくやってるあの簡単なやつね、こうトリガー握るだけでできる簡単溶接の半自動溶接っていうんだけど、この方法と溶接棒でこうバチッバチッバチッジジジジジってやるこのアーク溶接ね、この2種類をやっていきたいと思います。でこのティグ溶接っていうのかな、できるんですが、後付けの機械がねちょっと必要なので、今回はこの本体のみでね買ったままですぐできる半自動溶接とこのアーク溶接、この2つをねちょっとチャレンジしていきたいと思います。
で、このまずね、あの半自動溶接、これでやる半自動溶接からやっていこうと思うんですけど、準備をしなきゃいけません。このワイヤーというこの溶接するね、この溶けてくっつく部分のものをセットしていきます。これね、蓋があります。こうね、この説明書の通りに、ね、やっていきたいと思います。まずここね、これを外しよう。これね、ここ順番がある。大丈夫、順番も書いてあります。このネジの順番分かんなくなると困るんだよね。はい、そしたらね、ここにワイヤーをセットします。これね、黒いのはめて、でバネ入れて、輪っか入れて、こちら、これね、少しこう押し付け気味に回してあげるといいと思います。こんな感じね。このね、先端、これをこのここのこのラッパーみたいなところにね、こう入れてあげます。よいしょ。もしね、先端が曲がってたりとかしたら、こう切ってもらって、まっすぐにして、こうやって入れてもらえばいいですね。で、これね、ちょっと緩めて手前に倒すと、でこれをロックして、これをね、こう外すと、ここにガイドローラーっていうのが2個あるので、ここの間を通して、その先にももう1個穴があるのね。ここね、ここに通します。はい、でこうやってこう送り込むとね、こっちから出てくるんです。こうね、そしたらこれこう押さえつけて、これをこう締めちゃう。ここまでね、はい、やればこれで準備 OK です。ワイヤーなんだけど、まっすぐになろうとする力が強いから、これ離すとね、こうパラ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 って崩れてくるから、ちょっと押さえながらやることかな。この付属のこの半自動溶接のこれ、ここコネクターをね、ここに今ピョンって出てるから、ここに刺さるようにグッと入れて、でカチッとこう止めます。くるっと回してね。そしてこの2ピンのものをここに刺します。この本体のここから出ているこれコネクターがあるので、こちらをね、出力端子マイナス、これ上の方ですね、2個ついてるんだけど、上の方に刺しますと。はい、これで OK。 そしたらね、電源を入れましょう。ここに MIG とか MMA とかリフトティグとかあるので、今回はこの MIG ミグ溶接ね。ここをね、こう握ると、さっきのこのローラーが回って出てくる感じになります。こういう風にね。はい、そしたらね、溶接をするとき、こちらアースっていうのもね、使います。半自動の場合、こちらのアースクリップをプラスのところにね、こう差し込みます。で固定ね。これで準備ができました。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。まあこれは標準でいいね。数値、電流、今回は板が何ミリかな、 1.2 ミリで、ワイヤー径0で55アンペアね、55アンペアに設定しましょう。今回練習用にね、こういう鉄の板みたいなのをこう僕も練習しました。買ってくるといいかもしれません。イオンとか行くと売ってるんでね。でこれにアースをつけるので、ここにアースをします。この板をね、ここにこう溶接してみようと思います。このマグネットなんだけど、これがこういう風に直角とかね、こう出せるといいかな。でここを溶接したいと思います。溶接するときはこのやっぱヘルメットね、これあの溶接面を見ちゃうと目が見えなくなります。光がすごく、だからそれをこう押さえてくれるヘルメットと、あとこの手袋ね、溶接用の手袋があるといいと思います。あとはね、この前掛けとか、火が飛んでもいいようにね、こういう準備があるといいかもしれません。これはね、ちょっと別売りなので、おしゃれなものとかホームセンターとかで売ってるからね、買ってもらえればいいかと思います。いきますよ。溶接の、すいません、技術に関してはね、
ちょっとお世辞にもうまいとは言えないので、ここはちょっと勘弁してほしいかなと。できるよっていうところをね、僕でもできるよっていうところを分かってもらえると嬉しいですね。例えばさ、こうマフラーにこう穴が開いてましたっていう時に、よいしょ、ね、ほらこんな感じで穴を塞ぐことができました、うん、はい。そしたらね、続いてそのアーク被覆溶接 MMA 溶接ですね、こちらをやっていきたいと思います。このアースコードのクリップの方をこっちマイナス側に刺します。アーク溶接をする方のコードプラグをね、下側ね、プラス側に差し込みます。いい、よし、これで準備 OK。 このスイッチでね、これを MMA に合わせます。はい、じゃあこの時さっき使ったこれっていち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 またバラバラにして片付けなきゃいけないのってことなんですけど、これこのまま置いといても大丈夫です。また使う時のためにね、またいちいちこの中のやつ取り出すの大変なので、このまましておいてもこっちで同時進行で作業できます。だからこっち使ったりこっち使ったりとか、いろんな風にできるんだよ。この溶接するための棒、これはちょっと別売りなので、あの相性のいいものをね、あのホームセンターとかで買ってもらえばいいかと思います。初心者はこれはソフトの方にした方がいいらしい、うん、アーク溶接でね、穴埋めをやってみましょうか。被覆アーク溶接 MMA ね、おい、こっちもね、ほら無事マフラーの穴を塞ぐことができたよ。うんうん、ま、上手とは言えないけど十分だよね。半自動のね溶接機は今までも持ってて使ったことあるんですけども、アーク溶接って難しいのかなと思ってましたが、意外とね簡単にできて綺麗ですね。なんか持っていくっていうことに関してはこっちの方がやりやすいかもって思いました、うん。でまあ溶接の技術に関してはね、私は専門家ではないのでなかなかうまくはないんですけども、こうやってね家で溶接ができるのかできないかね、こうくっつけられるか塞げるかね、大きな違いです。やっぱりこう溶接しなければいけない出来事って意外と突然来たりするんですよね。やっぱこう壊れたりとかした時すぐやってほしいと思うんだけど、忙しい例えば鉄工所さんなんかにちょっとすぐやってっていうの心苦しかったりとかするんで、やっぱり自分でできるといいですね、うん。この溶接機を使ってる溶接が上手な方がねアップしている動画のリンクっていうのがあるので、それを概要欄に載せておきますので、まあ技術的な部分はそっちを参考にしていただければと思います。家の 100V でもしっかりさ、溶接できたでしょ、ね、高性能の IGBT インバーターを搭載していて、低電流域から高電流域までのアークの安定性に優れていると。でスパッタも少なく容易に美しく滑らかな溶接ビードが得られますということですね。私のようなね DIY ユーザーでもね、溶接の初心者でも簡単にね高品質な溶接が行えるっていうのは良かったですね。まあ、ちょっと私の場合でちょっと技術をもう少し磨かなければいけませんが、一応ね、高品質な溶接ができるということね。はい、この間紹介したんだけど、こういう発電機でもね動かすことができるので、まあ、出先でのね溶接の作業がある方にもおすすめですね、うん。まあこのサイズだから手のひらサイズとはこのサイズだから
軽トラの例えば足元とかにも置いといて、持ち運ぶのにも非常に便利ですね。はい、今回の商品ですが、気になる方は、概要欄のリンクをチェックしてみてください。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。